ウリカワは、オモダカかオモダカ族の水生植物である。水田雑草として知られる。日本や中国などの東アジアに分布。水田や湿地に生息している。種子の他に地下茎の先に海系を産生し、そこから発芽する。種子に休眠性はないとされるが、海系の休眠性ははっきりしない。ロゼットから傭兵のない葉を伸ばす。葉の長さは、 最大15センチメートル程度。花は、おもだかに似た白い花で、3枚の花びらを持つ。海景は、低温や乾燥に弱く、白柿などによって地表に掘り出されると、ほとんどが死滅する。花は、同族のおもだかや、あぎなしなどに似ているが、葉の形態や葉の長さが異なるため区別は容易である。ただし、発生直後の線形容は、おもだかやあぎなし。 小薙などに似ているため、区別が難しい場合がある。水田に発生すると、南房女性の水田雑草として扱われる。除草剤による駆除や白柿による海系の掘り出しで、防除するが、防除を行わない場合、稲の収量が最大30%減少するとされる。ジャオン、X2010、サギッタリアピゴミア、イン。 IUCN2011 IUCN Red List of Select ピー d Species バージョン2011.1 www.iucnredlist.org ダウンロードオン1 2 o ク t o b e r 2 0 1 1 ABCDEF 草薙特一売り革の生態と防除雑草研究29ピアニッシモ11から24ありがとうございます